はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエデさん、自由そう。はい、お元気でしょうか。テレビとかね、今は少ない。このご時世でもうほとんどないかなと思うんだけど、テレビとかでね、盗撮とか盗聴とか、やっている、そういう電波があると、まあそこに行って、これこれこういうことでちょっとね情報を抜き取られているかもしれないんで、どうしますかっていうねやつがあったりとかしてて、まさかなとは思っちゃうんだけど、実際にそのコンセントがねそうだっただとか、なんだろう、その前の部屋からね持ってきたコンセントがその登場の機械だったとかで、元をたどるとそのコンセントって誰が買ったのって聞くと、いや俺が買ってないよ、私が買ってないよってことで、いや前からあったような気がするな、そういえば誰が買ったんだろうっていうようなものだったりとかしてて結局ね、それが誰が持ち込んだのかっていうのは、いまいちよくわかんない状態で使ってたっていうね、感じだったらしいです。まあ、その会社をね、勤めていても、まあ、重要なポストのところに、まあ、役職としてやっている。まあ、開発とかね。まあ、開発じゃなくても、その、トップに近い役職の方で、やっぱり蹴落としたいところがあったりとかするじゃないですか。そうなると、まあ、盗聴とかね、そういうので、まあ、話を聞いてっていう感じでね、蹴落としたい部分をちょっと情報として、っていうことをしたりとか、まあ、会社が関連だと、まあ、ライバル会社の人かもねっていうのもあったりとかしてて、だからやっぱその業者が、引っ越し業者とかね、まあ下手したらその盗聴系の人で頼んだら、その人がねやってたっていう場合もあるみたいなんで、まあもちろんね、そのストーカー的な人はその合鍵を作ってで交換したっていう場合もあるだろうし、まあ、友達が、まあ、ストーカーとは言わず普通の友達として接してて相談に乗るよみたいな感じで、でその家主の子が、まあ、トイレ行っている間とかね、コンビニ行っている間とかでその好き帰るとかねっていうのがあるみたいですね。引っ越し業者もどうなんだろうね、やりそうな感じはしないんだけど、そういうマリアの人いるのかね。で実際どうなのかっていうと、わからんもんだよね。そういう人が、そういう人っていうか、そういう業者ね、その当ててくれる人が周りがいないんで、よくわかんないですけど、よくその会社の人でね、こういう盗聴されてるかもしれませんよとか言って、じゃあ来てくださいっつってやった時に、よく 見るとテレビとかで、ね、特集、あなたたちのように特集している人がいるのをよく見ると、まさかね、自分がそういうことをされるとは思ってなかったっていうのが多いみたいですね。だから奥さんとか、まあ同居者だったり、まあ息子娘がいたりとかしてたら、ね、テレビを見ながらさ、まさかこんなね、間抜けなことしてないよねっていう話をさ、それもまあ、筒抜けになっている場合があったり。してて、
で YouTube なんかでもそういうね、なんだっけ、お姑さんがそういうのを仕込んでて、その生活のリズムとかそういうのを知っていてで、うん、まあそういうねことをしていたっていうのを、まあ、YouTube とかで見てたりとかしてて、本当だなとか思うんだけど、まあそのねネタっていうのは多分2チャンネルとかそういうので見てやったりだとか、まあ想像でやったりとかするんだろうけど、多分そのシナリオを書く人っていうのが誰かから聞いて、まあ、作ったっていう場合もあれるんで、まあそういう人もいるんだろうなと思っちゃうんだけど、そうなったら怖いよね、盗聴って。まああまりね、私独り言でブツブツ言うことはないんですけど、まあ、このねあの YouTube 撮影以外はもう家にいるときはブツブツ言わないし、うん、っていうことなんですけど、皆さんどうでしょうか。そういうことをされたっていう方いらっしゃいますでしょうか。もしによろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。